私は今回「二人傘の下」というタイトルで音と映像によるインスタレーション作品を制作しました。まず研究テーマ、私の研究テーマは音と映像による体感コミュニケーションの研究ということで今まで調べてきました。で、そういう中で研究していった中で相合い傘という傘に1人しか入らない傘に2人入るっていう空間がもうコミュニケーションになってるんじゃないかと思って、相合い傘をモチーフに作品を作ろうということを決めました。まずこの暗闇の中に入ってもらう前に傘を1人1本持ってもらいます。で、その傘には音声を受信する機械がこの上の部分についています。で、部屋に入るとスポットが当たっているので、その部分に傘を近づけてもらうと、この円の中に入る近くになると音声が聞こえます。だからずっとで、北逆海道ににいこたのから、スポットが当南たっのてる以島と外のか場所には外無れる縁でしとょ？音声が外れて、会話は作品が聞こえなくなっています。その光と音の制限をつけて相合い傘状態を表現しました。本当にそれ？実際は2つのスポットがあっなんて、か2つの海外の傘道は食べで物と使か用食すべちゃいるけないもじゃのん。になっています。で、まずこっちは女性サイドというとりか、あえずタバコは吸っちゃいけ女ないのじゃん。子から見た目線の会話が聞ハこワえイとかる全くタバコ吸えない映じゃん。像と音声になっています。ああ、そうなんで、だ。そのある程度聞き終わったら A と B をチェンジして、もう一個のポジションスポットのところに行ってもらいます。で、もう一個のスポットの方は男性サイドから見た音声と映像が流れるようになっています。それも同じようにこの円のスポットの近くに来ると音声が聞こえて会話が流れるようになっています。で、その両いい方 A ね。サイドと B 風サ景イどドこ両方をか？聞くことで一つのストーリーが見えてくるようにアなっジていまアす。的な。で、この作品をア通ジしアてビーチみたいな。同じ会話の中で2人のいや、ア考メリえカはてい危る険ことだはから違やめくとてほしいも、と。コミュニケーション空間は 聞き成り立たっていいるけというど、こなとをんとなくアジア表が現見したいくて、かこういなっうて手法なっになたりらまどうしすた。んの？